門谷静雄8月28日から2004年8月17日は日本の数学者、イエール大学名誉教授、娘は文芸批評家の門谷道子。関数解析や確率論の研究で著名、大阪市生まれ、江南高等学校の門下を経て、東北帝国大学理学部数学科卒、大阪帝国大学助教授、 アメリカのプリンストン高級研究所に二度留学。イエール大学教授。コネティカット州ニューヘブンにて死去。1941年に不動点定理を発表。カドヤの不動点定理はブラウアーの不動点定理を一般化したものであった。経済学やゲーム理論において、カドヤの不動点定理は現在でも頻繁に使われている。特に、 ゲーム理論においては、ナッシュ金庫の存在を示すために、経済学においては、一般金庫界の存在を示すために、カドヤの不動転定理は、決定的な役割を果たした。1950年には、アイクムにおいて、全体講演者として招聘された。1941年8月14日、ポール・エルデシュ、アーサー・ストーンら3人と連れ立ってドライブ。 ニューヨーク州ロングアイランドの立ち入り禁止区域に侵入して散歩しているところを無線局の職員が通報 FBI の取り調べで数学者と判明し当日夜に解放デイリーニューズが見に官庁3人組の小記事が掲載された同年12月日本とアメリカが開戦した時門谷は客員教授としてプリンストン高等研究所に在籍していた 彼はそのままプリンストンに泊まることもできたが、母親のことが心配だったので帰国することにした。角谷はアメリカの戦時交換船であるスウェーデンの客船で大西洋を横断し、ケープ岬経由でモザンビークのロレンソン・マルケスから日本の交換船に乗り換えて帰国した。大西洋ではドイツの潜水艦による攻撃の恐れが常に存在した。角谷は毎日デッキに座って、 自分の数学の課題を考え、夜になるとその日に得た定理を紙に書きボトルメールとして、海に投じた。瓶にはこれを発見した人は、プリンストンに送ってくれるように手紙をつけてあった。しかし、2005年に至るまで手紙は一つも届いていないという。ありがとうございます。